こんにちは、神奈川県人権啓発センターです。今日はですね、まあ部落探訪の間の動画としてですね、啓発動画をお送りしようと思うんですけども、今日のテーマはこの朝日新聞の5月5日子どもの日に載った記事ですね。ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけども、ここにですね、晒された部落リスト、タブー意識、語られぬ差別、通わぬ言葉っていう、まあそういうシリーズの記事なんですけどね。まあこの記事の背景というものを説明していこうと思うんですけども、まあこれネットにもね、この記事は出てるんですけども、ここにね、公開した一人、あの全国部落調査のことね、これについて公開した一人、神奈川県に住むプログラマーの男性は取材にこう答えたっていうふうに、まあ書いてあるんですね、こちらにある通りに。で、この記事ね、まあちょっと一つ、まあこれはネットで検索して読んでいただくとして、おかしいところいくつがあると思うんですよ。気がついた方は気がつくと思うんです。神奈川県に住むプログラマーの男性って書いてある。こっちはね、山口県人権啓発センター事務局長の川口康さんって書いてあるんですよね。で、いや片方はね、いやこれね、まあ僕のことですよ、ぶっちゃけね。で、いや片方はこの山口県人権啓発センター事務局長っていう方が来て、こっちはですね、まあこっちも神奈川県人権啓発センター事務局長宮部達彦で別にいいとは思うんですけども、こうなってる背景はですね、僕ね、この朝日新聞の取材した記者に対して、まあいや別に実名出していいよって、むしろ出した方がいいんじゃないのっていうふうに言ったんだけども、結局ね、朝日新聞のその記者の判断っていうより上の方の判断で名前出さないってことになったんですよ。で、まあ記者が説明するには、やっぱりその名前出すとそのネットで検索してそのアクセス数が増えるからみたいな、そういうことされ、そういう言い方をされるんですけど、僕その説明おかしいと思うんですよ。だって宮部達彦とかね、それでトットイループとかね、まあそういう名前で検索して、それでアクセスする人っていう、やっぱりこの部落の地名一覧とかね、そういうので検索して、まああの例のサイトにね、アクセスするっていうタイプが多いんで、そのサイトのアクセス云々っていうのは、こういう記事を出すこと自体がね、しなきゃいいのにっていう話になるわけです。いや、まあもちろん僕はしてほしいんですよ。こういう記事を出してほしいんですよ。だから、このね、朝日新聞がこの、川口康君の名前を出すなり、僕の名前を出さなかったのは、これはですね、もうこの記事出した後にね、加山里香とか界隈の人がツイッターでつぶやいてるんですけども、なんでこんな差別主義者に発言の機会があるんだなんて言ってるんで、まあまさにそれなんで、それが原因です。そういうことがあるから、朝日新聞はこの名前出したくないんですよ。僕の名前を出すと、なんでね、こんなね、差別主義者に取材してね、言わせてるんだっていうふうに、朝日新聞に抗議に来るから、そこを避けるために出したくなかったんですね。それが本音だと思います。で、朝日新聞といえばですね、皆さん誤解してる方が結構多い。朝日新聞ってね、実はね、本質的にはアンチ解放同盟だと思うんですよ。アンチ解放同盟というか、まあアンチ同和というかですね。まあ部落とか詳しい人はもうご存知だと思うんですけど、昔高木正幸っていう記者が朝日新聞におりましてね、もうその人はものすごいね、最初はなんか人権派の記者と見られてたんですけども、もうものすごい解放同盟に噛みつくというかですね、まあそういう同和利権、いわゆる同和利権っていうものをものすごく批判した記者がいたんですね、高木正幸さんっていう人です。それで、例えば、まあ、検索していただきたい。まあ、高木正幸でアマゾンとかで検索したら、その人の本出てきますよ。で、まあ、代表的なのはもう、1980年代のね、北九州の土地転がし事件です。つまり、ブラック解放運動団体というのが差別解消というふうに言いながら、悪いことしてお金儲けしてるじゃないか。私利私欲でね、やってるじゃないかと。もう、ブラック解放とかじゃなくて。で、
まあまあそれにかそれだけにとどまらずにね、やっぱりその童話行政のあり方全般ってものすごい批判したんですよね、あの新聞紙上で。でもそれで解放同盟はすごい反発してね、もう高木正幸はもう差別記者だっていう風にね、そういう風にあのもう名指ししてですね、その写真まで載ってて非難するようなそういう本を出したりしたこともあったんですね。まあその後も朝日新聞どんどん糾弾されて、まあそういう童話に対する批判っていうのは一旦しぼんでしまったんですけども、ただ朝日新聞っていうのは実はそういう過去のある新聞なんですよ。で、あとね、記憶に新しいのは、あの2チャンネルで朝日新聞の記者がね、なんか部落を揶揄するようなこと書いてちょっと騒ぎになったことありましたよね。あともう一つ、あのこれはもう2012年だったかな、あの大阪市長選の時に、まあ元はね、発端はあの上原義弘さんの記事なんですけども、新潮とかね、文春で出た記事なんですよ。その後に週刊朝日がやらかしましたよね。そう、まあ多分まあ新潮とか文春もやってるからいいんだろうということで調子に乗って、もう露骨にその橋本さんが部落出身で、その部落の血がどうだのこうだのっていう感じをね、まああの橋下やつの本性という記事ですね、あれやってもうものすごい非難されちゃいましたよね。そのどっちかというとそのアンチ童話な人からもこの記事はさすがにひどいんじゃないかっていうことで、批判されて、それでまあ謝罪に追い込まれたっていうことです。まあこれ朝日新聞本体っていうのはまあ週刊朝日のことなんです。まあ大体同じ系列で論調が同じような記事で。だからあれ出た時にすごい、なんで朝日がこんなことをやるのかっていうふうに疑問に思った人も多い分思うんですけども、いや、そもそも、ね、朝日新聞ってやっぱそういう会社なんですよ。やっぱり実はアンチ童話なんですよね、朝日新聞って実は。でまあそれが、またこういった記事を載せてて、でまあちょっとこの記事ね、まあそれはそれで読んでみようと思うんですよ。東海地方の20代女性が両親に結婚相手を紹介したのは昨年末のこと。家族のお祝いムードは父親のネット検索で一変した。〇〇は部落、相手の住所が被差別部落の地区だとされていた。娘が辛い目に遭うかもしれないと父親に結婚反対されたと女性は住んでいる自治体に相談したと。この記事ね、ただこの記事あんましね、いい記事じゃないと思うんですよ。というのも結局ね、このネット記事うんぬんっていうのが、そのどうつながってくるかっていうのが曖昧なんですね。だからこのネット検索で出てきた記事っていうので、じゃあ実際見たサイトがどこかっていうのは書いてないでしょ。まあ全国部落調査のことだっていうふうに言いたいのかもしれないんですけども、でもその例えばまあスージンだのね、日の出とかね、そういう有名どころの部落だったら、その昔からね、解放新聞に載ってるんですよね、ネット版の。あと、部落解放人権研究所かな、あそこのサイトに載ってるんですよ、出てくるんで。だからネットで出てくるって言っても、それは全国部落調査に結びつくのかっていうのはこの記事は分かんないわけですよね。そのここで出たものっていうのが、じゃあ実際どのサイトだっていうのは書いてないんで。でまあこの後にいろいろ書いてあってね、あ、ちなみにこのね、川口康さんのこの山口県人権啓発センター事務長で、この肩書きね、あの川口くんはなんかすごく使ってるんですよ。この山口県人権啓発センターっていうのは、まあ知ってる人は知ってると思うんですよ。もともと任意団体でね、ただ電話帳に登録して Google マップに出るようにしてただけの話で、で僕はそのことを指摘したら2016年の、ね、秋ぐらいだったから急いで社団法人として登記したんですよ。だからこの社団法人っていうやつはね、 NPO なんかよりはるかにね、簡単に登記できるんで、まあ自称山口県人権啓発センターです。だから実際はね、神奈川県人権啓発センターと対して立場的には変わらないんですけど、まあこの人はまあ勝手に事務局長と、まあ事務局長一応まあそういうふうに登記してるのかもしれないです。理事として登記してるんですけどね、ただそれもまあ急いでやったっていうだけの話ですね。ということで、まあ全体としてね、まあ結局どうすればいいの、まあ議論してほしいって言ってるんですけども、でもまあ議論してほしいって言ってるの割にはやっぱこの記事でね、重要な場面っていうのをぼかしてる。で
でね、私はね、まあ議論っていうことで言うんであれば、私はやっぱりこう朝日新聞について、まずやっぱりね、そのまあ高木正幸ほどのことを、まあ、やれとは言わないんですけども、いや議論してほしいってこうやって呼びかけるんだったら、じゃあもっと継続してね、こういう記事を載せて徹底的に議論したらいいんじゃないでしょうかね。その朝日新聞自体が自分でその見本手本を見せるべきだと思うんですよ。でもこの記事を見る限りね、どうもそこまで踏み込むような度胸っていうのがまだ朝日新聞にないんじゃないかなという、こうやってやっぱり重要なところをぼかしてるっていうところとか、こういう、まあ、私の名前を隠してるっていうところで、うん、そのなんか怖いメディアを避ける、メディアにも避ける意識っていうのは、それはやっぱ今も朝日新聞っていうのは克服できてないんだと思うんですよね、だからまあこの記事はね、まあ、朝日新聞自体はなんか自問自答して独り言言ってるようなのかなっていうところがあるんですよね。で、まあこれね、私あの朝日新聞の記者にもいろいろ指摘したんですよ。メディアにも相当問題点があるよっていうのは、まあ週刊朝日のあの橋下の記事ですよね。あれもまあね、まあ今更ながらあの記事の問題点っていうのを言うと、やっぱり内容は正確じゃないですしね、そもそも。あの、橋本徹さんは部落出身っていうわけではないんですよ。幡ヶ谷出身ですから。で、その、血がどうだの DNA だのって言うけど、まあそういう話もすごく的外れな話で。安中探訪でも話したんですけども、まあ別にあの人、安中、親父さんが安中に住んでたっていうわけでは、だけで、その橋本徹さん自身が別にその部落安中の出身というわけでもないです。ただまあルーツを考えるとね、なんか兵庫県の部落にその橋下っていう名前のルーツあるみたいなんですけども、ただそれでなんか DNA がどうだのとか、なんかその血筋がどうだのっていうような取り上げ方では、それはそもそも事実として間違いじゃないかなというのは僕は思うんですよね。で、このね、そのやっぱ特に最近の朝日新聞なんかメディア全体の問題点はね、やっぱ誰かを叩こうとかね、そういう意識があるわけなんですよ。その部落問題についてまず絶対的な知識が不足してるっていうのもあるし、なんかね、そのこれはもう部落問題に限らず、なんか誰かをね悪者して吊るし上げようっていうね、そういう考え方がその本当問題なんじゃないか。だから橋下のね、あの週刊朝日みたいな記事が出ちゃったのも、まあ要は橋本さん叩きたかったわけでしょ、橋本徹を吊るし上げたかったわけでしょ。そこにまあ部落ということを利用したわけですよ。だからそのまあ部落、あの記事がまあ部落差別っていうよりは、まあ橋本叩きにね、あの部落を利用して、でまあ橋本徹っていうのは解放同盟からもね、嫌われてるから、橋本徹んだったらもうどんな批判の仕方をしてもいいだろうみたいなね、そういう考え方が働いたんでしょうね。だからそういう事実を伝えるっていうことじゃなくて、なんか自分たちがなんか正義の立場になって悪いやつを叩こうっていう、そういう感覚は問題じゃないのかと。だから今回もね、この記事を書こうっていう、まあそういう記者にね、もう一つ言ったことがあって、記者っていうのは正義の味方じゃないと。その何が正義なのか悪かっていうのは、それはやっぱりその人によっても違うしね、いろんな人の都合によって変わってしまうところがあるけど、ただ何が事実で何が事実でないかとかね、あとまあ記者の倫理として事実を曲げないっていうことと、あとまあ重要な事実を隠さないというね、だからその嘘をつくっていうことと、その重要なことを黙ってるっていうのは、これ同じぐらい悪いことじゃないかと。でまあ僕はそのこの名前なんかを隠すようなことなとかね、まあこういうぼかしたようなことを書くのも、まあ記者としてはね、こういう記事によってね、その悪い影響がないようにとか、まあそういうことを考えてるっていうふうに、まあ記者の方は言ってたんだけども、でもまあそういうことをね、最初にそういうことを考えてしまうっていうのは、やっぱ記者としてはちょっとおかしいんじゃないかと。まあそういうことそういう配慮をすることは悪いとは言わないですよ。だけど、やっぱし事実をありのままに伝えるっていうことが、やっぱ記者の使命であって、まあそれが結果的にまあね、その、
その記事が出たことによって誰かを傷つけることになったり、まあ誰かの不利益に なるとしても、じゃあ不利益になるからその事実を曲げようとかね、なんか重要なことを隠そうっていうんだったら、それは記者として失格でしょっていうことを、まあ私は言ったわけですよね。うん、だからね、まあこの記事はね、まだまだもう一歩ですよね。うん、もう一歩のところありますよね。でまああとね、あえて言わせていただくとですね、うん、そうですね、やっぱりこの冒頭の話なんですけど、娘が辛い目に遭うかもしれないと、ね、娘を差別に巻き込みたくないという親心、まあこれが一体どこであった話なのか、事実なのかっていうのは分からない。まあここはね、朝日新聞の記者、まあ天下の朝日新聞の記者ということで、まあこれは事実だというふうに信頼して、これで、じゃあこれが、この問題は何かっていうことを、述べるとですね、結局その、部落民は汚れてるとか、そういうことで差別してるんじゃなくて、その、部落というものに関わることで何かこう、辛い目に遭うというような、そういう心配をしてるんですよね、この父親は。でこれはその近世からのそのいわゆるその昔ながらのね、古典的な部落差別とは明らかに違うんですよ。部落に関わると差別されるからと、部落というものに関わるとその不利益を受ける、でなおかつその部落出身者と結婚すると部落民だみたいな考え方がここに見えますよね。だけどそういうことを言ってる人って誰ですかって言ったら、それは行政なり解放同盟ですよ、悪いですが。その今回も裁判でもいろんな陳述書でね、あれこれあれこれ言ってるんですけど、明らかに部落の出身じゃない人がいるんですよ。でもそういう人でも、いや自分は部落出身者と結婚してますとか、親戚に部落出身者がいますなんてこと書いてるんですよ。だからその少なくともね、部落民と結婚すると、まあ、部落民の親戚になると部落民だみたいな考え方をしているのは世間の人々ではなくて、解放同盟の人たちです。その人たちが筆頭です。で、じゃあ部落に関わると差別されるとか、その、ね、不利益を受けるとか言ってるのもその行政の方たちよ。部落の人たちっていうのはね、差別されるんだっていうふうに、そういうふうに宣伝してるわけですから。で、前に挙げた動画で、奥田仁さんね、ブラック解放人権研究所の奥田仁さん、あの人なんか、京都の童話地区のど真ん中に50年すりゃブラック民になるなんてことを言ってるんですからね。あれ、立東市の市が主催してる公演でそういうことを言ってるんですからね。だから、これをね、全国部落調査にとか、まあその部落の地名が書いたウェブサイト、まあもしかしたら解放新聞のことかもしれないんですけど、そういうものに責任転嫁するんじゃなくて、やっぱ根本的な問題はその部落に関わると不利益を受けると差別されると辛い目に遭うと、で部落民と結婚すると部落民だと、そういった考え方にあるはずなんですよ。だからまあこれをね、なんか川口くんとかはしゃいで紹介してるけども、でもここから読み取れるのはそういうことじゃないですかね。その、やっぱり解放同盟とか行政とか、そういうものっていうのが、ブラック差別の要因になってるっていうことではないのかなと思うんですよね。まあ、ブラックの地名って言ってもね、まあ、ブラック探訪のシリーズを読んでいただければわかる通り、もうブラックというふうにはね、認識されてなくて、もう完全に解放されたブラックっていうのはいくつもあるんですからね。ということで、まあこの記事に対するコメントはまあこれぐらいとしておこうかと思います。それではまたよろしくお願いいたします。